マイナンバーを扱う業務システムから利用記録管理システムへ記録を書き込みます。この画面の例では住民票写しの発行業務を想定しています。アトリス太郎さんに対する住民票写しを発行します。それで発行ボタンを押して住民票が発行されました。この時裏側では Web API 経由で利用記録管理システムにデータが書き込まれています。こちらの画面が利用記録管理システムになります。データ操作ログのメニューを開いて検索を押すと、先ほどのマイナンバーの使用ログが書き込まれています。誰がいつ何の目的で使用したのかという内容になります。このログ自身はファクトムのブロックチェーンに書き込まれ、常に整合性のチェックを行っています。では悪い人が操作ログデータのテーブルを直接編集します。編集してみると、再び利用記録管理システム側に戻ってみると、勝手にデータが操作されたことを検知して整合性チェックの判定を NG にします。で、修復したい場合は修復ボタンを押すと、ファクトムのブロックチェーンからデータを修復します。ではファクトム側の管理画面を見てみましょう。これはファクトムサーバーの管理画面ですね。ここでブロックチェーンのID やエントリーの情報っていうのが確認できます。で、これがチェーンの ID になります。このチェーンの下にエントリーとして先ほどのレコード1行1行が追加されています。一番下のやつが今先ほど書き込んだ利用記録のデータになります。で、別の例として、特定個人の国民健康保険情報をマイナンバーを使って参照したときにログを書き込むというのを少しやってみます。国民健康情報のシステムのメニューですね、これが。で、これをマイナンバーを使って検索しています。マイナンバー、このマイナンバーの人の情報を検索します。で、この時に裏側でまた国民健康情報を見たよというログを利用記録管理システムに書き込みます。この2行目のやつが今、参照したよというログになります。で、もちろんブロックチェーンの方にも書き込まれています。一番下のやつですね。このチェーンに対する一番下のエントリーデータが今の行になります。まとめると、利用記録管理システム側に書き込まれたデータっていうのは、常にファクトムのブロックチェーンを参照して、正しいよということを保証しています。また、利用記録管理システムのデータの書き込みは API 経由で行えるので、外部の業務システムと、容易に連携できます。以上です。